私は古谷モニカです。1984年東京生まれの静岡育ちです。私はもともとイラストや絵本を描く仕事に就きたかったのですが、そちらは思うようにはいきませんでした。絵を描くのは諦めましたが、とにかく何か物を作る仕事がしたかったので、陶芸に興味があった母が陶芸はどうかと提案してくれました。それから笠間の窯業指導所を見つけて1年勉強しました。陶芸を始めたのはほとんど思いつきでしたが、今ではすっかり陶芸が大好きになりました。私は一鎮や化粧土を使った器や置物などを作っています。大好きな猫をモチーフにしたりもします。一緒に住んでいる家の猫や外で可愛がっている猫たちからエネルギーをもらっています。インスピレーションは焼き物よりテキスタイルなど別のものから得ることが多いです。作品を通して誰かに楽しい気持ちになってもらいたくて日々作っています。